はい、皆さんこんにちは、ガジェログです。今日はこのレドミスマートバンドプロの初期設定をご紹介したいと思います。まず最初にですね、こちらのバンドの設定の方を行っていきたいと思います。言語の設定からスタートします。その後に iPhone のこの Xiaomi Wear Lite とペアリングすることによって実際ね、同期して使えるようになります。その後に今度はアプリの方の設定に移ります。でその後はですね、バンド本体の方での設定をすることによって、より自分のね、使いたい設定に持っていくことができますので、そのあたり、そういった流れになるということをご踏まえください。これが基本的な一通り使えるところまでの流れになります。では早速ですね、本日も行ってみましょう。今回使いますのは iPhone 版の Xiaomi Wear Lite というアプリになります。Android を使われる方は Xiaomi Wear という Lite というのが付いていないアプリになりますので、そのあたりをご踏まえください。そしてですね、今このように画面が点灯している状態になっていますね。イングリッシュになっています。でこの状態にするには付属の充電ケーブルがあると思いますが、これをですね、ここにこのようにカチッとつけていただいて、充電いつもねするように USB にこれ差し込んでいただいて通電させてください。そうしますとこのように画面が点灯します。そうしないとね、全く電源が入りませんので、そのあたりはちょっと混乱するというか、困っている方もいらっしゃるかと思いますので、まず通電させて画面を点灯させる、電源オンにするということになります。これをやってこのような画面になって待機状態になります。最初に出てくる画面がこちらのランゲージですね。今イングリッシュになっています。ちなみにこちらグローバル版のモデルになっているので、最初の画面がイングリッシュになっていると思いますが、国内版もしね出て買われた方は、もしかしたら日本語になっているかもしれませんね。はい、このように日本語に合わせてオンにしますね。そうしましたら今度は Xiaomi Wear とペアリングしましょうという画面ですね。矢印のところを押していただきます。そうするとデバイスを追加と出てきますので、 Xiaomi Wear のマイプロフィールというところにこのデバイスの追加っていうのが出てきますので、こちらをタップします。ちなみに今隠しているところなんですが、私のアカウント名が出ているのでこのように隠しています。そうしますとデバイスの追加の画面のところに、こちらのモデルの名前ですね、 Redmi Smart Band Pro がありますので、こちらをタップします。そうしますとデバイスの追加っていうところに Redmi Smart Band Pro 今出てきましたね。タップします。プライバシーポリシー読み同意しましたっていうところになりますが、読んだということで同意します。そうしますと今デバイスに接続されましたと出てきまして、ペアリング要求ですね、これをペアリング要求を押します。すると同時に出てきましたね、ペアリングしましょうということになりますので、こちら画面の方でまず OK、 そしてこちらのバンドの方も OK をしてください。今ペアリングがこのように設定しましたということで開始。はい、これでもう簡単にねペアリングが終わってしまいました。実に簡単ですね。正常に追加されましたと出てきましたので完了を押します。はい、そうしますと今度スタートガイドですね、この操作の方法について紹介してくれていますね。上にスワイプしてアプリのリストを開きますと、これ後ほど実演しますのでご覧いただければと思います。ウィジェットに関してですね、今これでですねペアリングが済んでいる状態になりました。プロフィールの情報のところのデバイス1となっていますけども、こちらがつながっている状態ですよということですね。そしてバッテリーの状況も 88% あるということが分かりますし、接続済みになっているのを確認していただければと思います。ではアプリの方をね見ていきたいと思います。まずですね、バンドのディスプレイっていうところになりますけども、こちらの文字盤のことになります。今これデフォルトですね、標準でこのような文字盤が設定されていますけど、変更したい場合は例えばこの真ん中のものにしたいよということであればタップし適用を押します。そうしますとこのようにすぐに変更ができます。例えばこちらですね、このように変更することができます。同じようにですね、こちらもこのように変更することができます。今切り替わりがすごい早かったと思うんですけども、これ実はもうこちらのバンド本体にもこれがもう内蔵されているので、実はダウンロードして入れるっていうわけではないので非常に早く切り替えることができました。でこれしかないのっていうことなんですが、実はそうではなく、オンラインってとこ見てみますと他の文字盤がたくさんこのようにあります。でこの中からご自分の気に入ったものをダウンロードして適用することによって文字盤を切り替えることができますので、一つやってみたいと思いますね。この SF っていうとこがあるんですが、その他
そうですね、デジタル LCD というところがあるので、こちらをタップしてみたいと思います。で、これを適用とします。そうしますと、今ダウンロードがオンラインで行われています。はい、切り替わりました。どうですかね、こちらの文字も結構いいと思いますけども、時計、日付、曜日、そしてこの10っていうのはね、気温になってますね。今お住まいの地域の気温になっています。心拍の表示、バッテリーの表示、歩数、消費カロリーですね、このように一つの文字盤の中に表示されています。で、次にアプリの通知とありますけども、こちらをオンにします。そうしますと iPhone の中に入っている電話がかかってきた場合、着信通知をオンにすることによってこちらに通知することができますね。バイブで知らせるのみになります。そしてメッセージですね、 iMessage とかですね、そしてメール、またその他、これはここに書いてある以外のアプリからの通知を受けるかどうかということになります。ただしここで注意点なんですけども、全てのアプリから必ず来るわけではありません。これはいろんな設定や要因によって来るものと来ないものがどうしても出てきてしまいますので、そこはちょっと踏まえていただければと思います。そしてミーホームってあるんですけども、これはシャオミのアプリになりますが、ほとんどの方は使ってないと思いますので、これはわざわざ今オフにしてあります。そして今度は健康モニタリング系ですね。心拍に関しては通常そうですね、連続モニタリングに関しては30分ごとに心拍計測をしてくれるのか、10分ごとか5分か1分かって決めることができます。ただしですね、ほとんどの方は30分ごとか10分ごとぐらいでいいのかなと思います。なぜかと言いますと、バッテリーの駆動時間が極端に短くなっていきますので、せっかくね14日間ぐらいバッテリー持ちますよってあるんですけども、ここをもっと1分ごととかね、また5分ごとにすることによってどんどんその消費が早くなっていきますので、ここは最初は30分でいいんじゃないかなと思います。もし必要な方は10分とかね、切り替えていただければと思います。そして今度は睡眠に関してですね、計測をしたい場合は高度なモニタリングをオンにします。もちろんこれをオンにするとバッテリーの駆動時間に影響しますとありますが、ほとんどの方は睡眠のこのモニタリングしたいと思いますので、オンにしていただければと思います。ちなみに高度なモニタリングをオンにしますと、睡眠中に限って SPO2 の計測をおそらく30分ごとか10分ごとにしてくれるようになります。そして血中酸素レベルに関してですね、これをオンにした場合、30分ごとに計測をするか、もしくは10分ごとに計測するか、切り替えることができます。日中の起きている時には自動では計測をしてくれないということになります。次ですね、ストレス計測になります。終日のモニタリングしたい場合はオンにしていただければと思います。これもバッテリーの、ね、影響ありますね。そして座りすぎの通知、これはオンにしていただくと、例えば今朝8時から夜の9時の間に限って1時間以上立ち上がっていないと通知が来ます。立ち上がって運動してくださいというような通知が来ます。しかしながらこの DND ってあるんですけど、お昼の12時から14時の間は通知しませんよっていう設定ができるようになりますので、例えばこれ食事中とかね、休憩している間に通知されたくないよっていうことであればオンにしていただければと思います。そして次にアラームですね。これ朝ね起きる時に、今までスマホでアラームで音で起きているっていう方が多いかと思います。今回からはですね、これを購入された方はぜひこちらでアラーム設定で目覚まし設定をしていただければと思います。アラームを追加で、朝そうですね、例えば6時に起きるっていう方合わせていただいて、繰り返しとありますけども、平日の方であれば月曜日から金曜日、例えば毎日でいいよってことであれば毎日設定し、ここをタップして決定します。そうしますと毎日6時に腕につけて寝ていただくことにはなりますけども、バイブで目覚ましということになります。これがですね、やっぱり音で起きるよりバイブで起きる方が目覚めがいいのかなというのはちょっと私の体感なんですね。そして天気ですね、こちらは最新の天気情報ってありますけども、 GPS に連動していますので、そのお住まいの地域の天気がこちらの方で表示されます。お住まいの地域の情報が出てきます。そしてワークアウトですね。ワークアウトに関しては結構項目がありますのでちょっと大変なんですけども、ご自分がされているワークアウトですね、スポーツをここから選ぶということになります。今標準でたくさん入ってしまっているので、ここからいちいち選択するの大変なので、必要なものだけ残していきたいと思います。私の場合に関して例として取り上げてみたいと思いますけど、例えばですね、残すのを今選びたいと思います。ウォーキングをしますので残します。
そして屋内サイクリングですね、サイクリングマシンがあるので残します。そしてフリースタイルですね、これは筋トレとかね、いろいろストレッチとかやるので、残したいと思います。他にもねたくさんありますけど、必要なものがあればここから追加ということでプラスボタンを押していただければここに入ってきます。例えばこれだとね、屋外ランニングも入りましたけど、下にたくさんありますのでね、100種類以上ありますので、そこから選んでいただくということになります。順番をね入れ替えることもこのようにできますので、一番最初上に持っていきたいものをこうやってね入れ替えをしていただければと思います。で、良ければ保存、こうして保存されました。今保存されたものがワークアウト、今下からこうスワイプしましたけど、先ほどの順番になっています。ウォーキング、屋内サイクリング、フリースタイルですね。必要なものはここからも追加できるようになっていますね。で、次にウィジェットってありますね。これは何なのっていうことなんですが、こういうふうに左右にスワイプした時に表示されるものになります。今このホーム画面からですね、このように右にスワイプしますと心拍、ここが出てきました。心拍、そして血中酸素、このように順番に並んでいるわけですね。でこの中にいるものといらないものを選ぶことができます。そしてアプリのレイアウトってあります。これグリッドかリストかってありますけども、これがリストになっています。でちなみにこれ順番入れ替えることはちょっとできないですね。そしてグリッドにしますとこうなります。一切説明がなくなってしまって、アイコンだけになりますので、慣れれば素早くアクセスできると思いますけども、これもこれでありなのかなと思います。ワークアウトで心拍で、こちら統計で、これで血中酸素ですね。そして今度は持ち上げてスリープ解除とありますけども、これは腕につけていた状態でこう腕をふねってね、時間を確認するときあると思いますけども、その時間を何時から何時までの間に機能を動作させるかということになります。例えば朝の6時からオンにして、そして終了は夜の9時に設定してみたいと思います。で、反応速度ってありますけど、これはこの動きですね、これの反応速度を標準にするか敏感にするかとあります。で、敏感だと結構ついてしまうかと思いますので、標準に私はしています。で、もしかしたらなんですが、アップデートの確認のところに一番最初購入して箱から開けて最初の流れの中でアップデートがもういきなりあるかもしれませんので、まずアップデートをした上でこのような設定をしていただければと思います。だいたいこんな感じになりますね。ではこの後このバンド本体の設定の方に移りたいと思います。設定に関してはまずこちらですね、このようにコントロールセンターを出します。そして設定ボタンを押します。バンドディスプレイってあるのは文字盤の設定ですね。文字盤に関してはここからじゃなくていいんですね。この画面を長押しすることによって、このバンド本体に入っている文字盤を切り替えることができるようになっています。はい、次に明るさですね。明るさは自動調整にしておいていただければと思います。これで申し分ないと思いますね。わざわざね、オフにして自分で切り替えるのはめんどくさいと思いますので、やっておいた方がいいかなと思います。そして DND っていうのは、先ほどお伝えしたように、ある時間からある時間までは全く通知とか画面点灯しないとか、そういった静かにしておいてくれる機能になります。夜ね、通知が来るとうるさいよっていう方にとってすごくいいと思いますけども、そうですね、夜の8時には通知もう来ないでほしいという方であれば、開始時間を8時、例えば朝の6時に起きる方は6時っていう風にすることによって、この時間通知等が一切来ないということになります。そして画面も自動点灯しないということになります。そしてワークアウトに関しては自動検出ってなるんですけども、これはですね、ワークアウトの設定するのを忘れて運動を始めちゃったっていう方にとっては結構いい機能かもしれませんが、個人的にはオフにしてあります。そしてディスプレイですね、これ結構重要な項目になりまして、自動ロックってありますが、これは腕をひねってね、時計を見るときに5秒間ついてくれている機能になります。10秒つけておくこともできますし、15秒、20秒というふうに切り替えることができます。当然ながらバッテリー消費に影響がありますので、短いに越したことはないってことになります。そしてここが結構いい機能なんですけども、常時オンディスプレイですね。これはオンにしますとこうなります。バッテリー駆動に影響ありますよって出てきましたが、オンにしてみたいと思います。開始時刻ですね、朝の6時から夜のそうですね8時まで合わせてみたいと思います。そうしますとこのような画面になります。これが AOD と言われているオールウェイズオンディスプレイですね。さっきの文字盤ではなくて、これは時計だけ、必要な情報だけを表示した文字盤になります。これは待望の機能の一つになりますね。 Apple Watch とかではもう当たり前の機能になっていますけども、当然ながらバッテリーの、ね、消費早くなりますけどもね、
このバンドで搭載されたっていうのは本当にいい機能だなと思います。しかしながらバッテリー消費が早いのでトレードオフになってますので、必要な方はオンにされてください。そして覆ってスリープっていうところなんですけども、標準でオンになっていますけど、画面を手で覆ってスリープ状態にしますとありますので、例えばこうすることによって画面をスリープ AOD に戻すことができました。 AOD をオンにしていなければ真っ黒になりますね。で次ですね、バイブレーションになります。バイブレーションの強さはデフォルト強というふうに2種類になっていますので、デフォルトでも結構な振動が来るので十分かなと思いました。強にすると結構このここにつけてビリビリになるんですよね。この筐体自体がこうビビリ音が鳴ってしまうので、デフォルトでもいいのかなという気はしました。操作系統に関しては、実際触ってみればわかるかなという気がします。このホーム画面に関しては上からスワイプしますと通知を見ることができます。そして上にスワイプすると先ほどのね、いろんなメニューを一覧表示してくれます。そして戻るときはですね、必ずこの動作になります。わかりますか？この左から右にスワイプする動作が戻るになりますので、ここだけちょっとね、なんか分かりづらいなっていう気はしますけど、もうこれも慣れになると思います。一通りですね、使えるところまでの流れということでご紹介しました。あとはご自分でいろんなカスタマイズの方をしていただければと思います。使いやすいようにね、調整していただければと思います。はい、これで以上になります。ぜひね、これからこのスマートバンドライフを楽しまれてください。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をぜひお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。